はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね2021年3月度デュエルキングを達成デッキ、こちらご紹介していきたいと思います。本日の主役なんですが、これデスペラードさんなんですけども、声がめっちゃ多いじゃないですか。ブルーアイズ2回に1回くらいだから盛らずにね、2回に1回くらいちょっと当たるんじゃないかなみたいなことを思ってまして、でブルーアイズに強いモンスターっていうのがいるんですよ。でこれですね、アーリーオブジャスティス DD チェッカーっていう、 DD チェッカーを信じろっていうデッキなんですけどね、今回ね、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに光属性モンスターを特殊召喚できないと。これめっちゃ強いと。でいろいろデスペラードデッキを改良していたんですけど、これ闇属性機械族なんでね、めっちゃ強いんですけども、これね LP 増強アルファっていう、このライフポイントを1000増やすっていうこのスキルね、これが実はめっちゃ強いんですよ。これなんでかっていうと、これ魂のカードっていうのがありまして、これ自分のデッキの中から今の自分のライフポイントの合計値と攻守が同じモンスターを手札に加えることができるんですね。だからこれデスペラードって攻守足すと、皆さん2800と2200足すといくつですか？そうなんですよ、5000なんですよ。だから魂のカードでデスペラードをサーチできるんですね。だからこのデッキ実はデスペラードリボルバードラゴンが5枚入っております。これね、こいつが手札に来ないとなんだかんだきついんですよ、デスペデッキって。これを5枚体制にして安定感を増すというね、こういう構築になっておりまして、最大結構10連勝ぐらいしたんで結構強いっす、このデッキ。絶対運命力っていうね、スキルがなくなっても全然いけます。せっかくプレミアム加工3枚集めてるんで、僕このデッキを信じていこうと思ってるんですが、やっぱりね、安定感はあるんだけど、動き方のただコイントス確定しないんで、ツインバレルとかはちょっと弱くなるし、あとこいつもたまにですね裏切ってきて、俺たちを裏3枚出るとかあるんですけど、まあそれは許容範囲内かなと思っております。こいつの制圧力でね、いろんなモンスターを、止めれるんで、早速ちょっとデュエルご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、イラッとくるぜ。環境デッキが来た。相手にとって不足はねえ。デュエル、デュエル、俺が相手になってやるぜ。モンスターをショット。なんだ D 強え、強え、もうしょっぱら強え。でもね、結構ね、意外といけるのはサメの領域あるじゃないですか。サメの領域のこの D 和からの重装兵がの新鋭の指名者じゃないのかなんだっけ、深淵に潜むもの、これね、デスペラードリボルバードラゴンが手札にいる状態でボムスパイダー出すと意外といけます。意外となんとかなる。ドロー、ドローだ。捨てカードが 何かによるんだよな。とりあえず魂のカードを発動。魂のカードによってライフポイントが5000なので、攻守の合計が5000になるようなモンスターを手札に加えることができるので最強。これは最強。手札誘発3枚、そしてボムスパイダーを召喚。行くぜボムスパイダー。さあボムスパイダーの効果を発動するぜ。甘えて。何？モンスター効果発動。はあ。だがこの瞬間モンスター効果発動。いきなり割ってくる。あの手がなんだろうな。まあ、とりあえずデスプラードリボルバードラゴンを特殊召喚。闇属性機械族に破壊された場合、こいつは特殊召喚できるぜ。そしてカードを1枚セット。バトルフェーズに入るぜ。行くぜデスペラード。リボルバードラゴンの効果、これ殴った方がいいか。まあでも清掃とかかもしれないから、まあとりあえずこれぶん殴るか。ぶん殴るじゃねえや、効果使うか。効果使って効果オッケー。まあしょうがない。でもそれはまあ2体破壊するしかない。デスペラード破壊されていくからの手札からデスペラード出てくれ。いけゴリ押していけ。おら行くぞ、これでぶん殴っていけ。おっしゃ突破だぜ。で狡猾と深淵のに潜むものっていう、マジで考えられる最強盤面返しました。これで強いです。浮上やばい、浮上やばい。重装兵、重装兵、まだ召喚器使ってないからまだ分かんないな。
重装兵、いやこれエクシーズ重装兵、やばい、モンスターを召喚、あーむずい、これどうしようかな。召喚権効果で召喚してるから、まだ召喚権のか、まだ召喚権ある、いやーこれインガー切断打っちゃっていいのかな、これ手札なんだろうな、手札なんだろうね、これでもこれ重装兵飛ばしといたらなんとかなると思うんだよね、これディーバーとかだったらかなりやばいけど、ハンドがでもディーバーだったらディーバー召喚してるか、多分今この段階でってことは、いやこうしてでこれ重装兵飛ばしちゃっていいんじゃないかな、でデスペラード効果、これでもう1体レベル4がいても今すぐにこのデスペラードを突破するっていうことは多分できないはず。サメの領域いいだろう、えそこで、あいやそれは大丈夫だと思う、多分レベル4でしょ、まあ多分出すとしたら、サメの領域なんで水属性しか入ってませんから、スパイダーシャークか、まあ、震源あんま今意味ないんで、スパイダーシャーク、まあ多分スパイダーシャークぐらいしかないでしょ、出すとしたら。それくらいしか突破するモンスターいないんで、突破するっていうか耐久するか突破できんか、デスペラードは絶対に裏が出なければ、裏にかけて攻撃してくるっていうパターンあるけどね、あえて結構裏にかけるっていう、いや結構裏出んのよ、うわ来た、海の力が強くです、来たスパイディングシャーク、来たスパイダーマン、来たこれね、スパイダートルネード、オッケー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 、そうだよね、それしかない、それしかない、でこれで僕は、デスペラードリボナドラゴンの効果あるんで、とりあえずツインバレルを挨拶で打っていく、さあツインバレルドラゴンの効果、お前のスパイダーシャークを破壊させていただくぜ、ってバカタレバカチン、バトル効果、モンスター効果いけ、あぶれー、オッケー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 、いいだろう、あぶれー、あぶれー、スパイダーシャークの効果によって墓地の水属性モンスターを特殊召喚することができる、あー深淵か、なるほど深淵の方か、あいつ打点1700なんだよな、自爆特攻しよっかどうかな、殴っとくべきかどうか、まあでもモンスター残さない方がいいと思うんだよね、これ殴っとくか、殴っとこう、でディーバ引かれたらガチでヤバいこと起きる、燃えてきたぜ、あでもサビの領域一回使ったな、大丈夫だディーバ、もう大丈夫だ、多分ディーバ引かれてもいける、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 勝つる、来たわ、アーリーオブジャスティス DB チッカーを召喚、バトルこちらね、モンスターでオッケー、よし環境を越えていけ、最強だ、やっぱ強いわ、地獄が待ってんぜ、さあお相手の方キース対決は結構やかましいですね、俺のターン、キース対決はマジやかましい、映像が、お見苦しい映像をお届けしております、ジン来た、もうなんでキースでジン使ってんだよ、ふざけんな、出た Y 星流、 Y 星流プラネタ来た、Y 星流プラネターか、スキルなかったんで、なんでしょうねこれ、バンデットとかですかね、ちょ分かんねえっす、スキルジンナビできるんですかそれ、マジシャンブラックレージョンこれあんのかな、ナビゲート、うわナビゲートある、光った砂時計、とりあえず魂の角セットして、いやもう光ってんな、これナビゲートかな、ナビゲートくせえな、さあ魂のカードを発動、魂のカードによってデッキから攻守の合計が5000となるモンスターを俺は手札に加えることができるぜ、これは強い、このサーチカード最強なんだよな、デスペラードサーチは結構強い、こっからでしょうね、ボムスパイダー召喚、ボムスパイダーの効果発動、まあそうだね、ナビゲート打つしかねえやつは、やつはナビゲート打つしかねえ、やつはナビゲート打つしかねえ、で回復とかでも別にいいよ、あブラマジンみたいね、はい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 、で除外ね、オッケー、まだ俺は手数残ってるんで、デスペラード、これむずくね、結集止められるかな、こうしてこうして自爆特攻したら、自爆特攻したらいけるのか、自爆特攻したらいける、いやーでもなまだ早いか、
別に後でもいいな、相手でも殴れないでしょまだ決勝で。いやまだ殴っといてもいいけど、あでもこいつ相手殴って Y 勢力を殴ってもいいか、 Y 勢力を殴っといて行くぜ、 Y 勢力殴っといて、でターンエンド、あ俺のターン間違えた、アドバンスされんじゃん、ミスった、あのしょうがないか、アドバンス、アドバンス、アドバンスされんな、アドバンスきついな、アドバンス、あぶれ、よかった、今自爆特攻しないとダメでした今ね、多分ね、自爆特攻するが正解した今多分、ちょプリミしたわ、ごめん、なんとかなる、ツインバイル召喚、ツインバイル効果、よいしょ、そろそろ当たって、そろそろ当たって、よーし、神ゲー来た、ナビゲート来た、ちょっとアップね、アドバンスされてたら終わってた気がするけど、とりあえずこれでバチコーンっていって、で、マシンガンズポートレス効果、お前のブラックマンション破壊、そしてツインバレルダイレクト、あぶねー、オッケー、よいしょ、プレイングミスもな、ゴリ押ししていけばな、月末レジェンドだったら勝てるんだよ、いけー、しゃ、皆さんもうちょっと考えてプレイングしましょうね、勇気弱、さあやべ、連勝中来た、この連勝中の文字ね、あちなみにこの撮影の撮影場所はデュエルキング隊になっちゃってるんでちょっと申し訳ないんですけども、あのレジェンド隊では本当ね10連勝ぐらいしたんで月末ですけど、まあ、そこそこ強いと思いますね、デッキとしては優秀だと思います、多分正眼が多いチームとして、まあ、ブルーアイズデッキをね、あの先行取られるとちょっときついっていう話はありますけどね、魂のカード来た、魂のカードでサーチしていこう、魂のカードの方がそう光ってるのなんだろうな、ここで光ってるのがサンダーブレイクとかあんのかな、サンブレ多分1枚ぐらいサンブレあるんだろうな、まあ、とりあえずですね1枚ぐらいサンブレあるんだったら全部でゴリ押ししていけばいいんじゃないかなっていう話あんな、でこれデスペラードでのコーシーのディスプラード効果と、さあ墓地を行われた場合にコイントスをするカードを手札に加えることができる、さあツインバレルドラゴンを表手札に加えていく、ツインバレルでこれ表出たらでかいな、これ表出たらでかいよ、表出たらでかい、かなり表だそう、表表表、ゴミゴリ押しした方がいいんじゃないか、これゴリ押しした方がいい説あるんだよな、これ全部出そう、波紋踏んだら終わり、波紋踏んだらマジでオア終わり、バトルイズいけ、ちょガチで波紋だけ本当にやめてほしいです、今フラグ建築士、一級フラグ建築士、一級フラグ建築士入りました、さあ3戦目のオチとなるんでしょうか、このデュエルは、さあ考えております、でもこんな考えてるってことは波紋ねえわ、こんな考えてるってことは多分波紋ねえわ、ベール、モンスター現れる、何このデッキ、特殊召喚、青眼デッキってベール入ってないですよね、さすがにモンスターで入ってんのか、今俺が環境を知らないだけか、もしかしたら今青眼デッキにベールは絶対入るみたいな感じなのか、ボール、あれ2枚なんだ、分からんぞ、なんだあの2枚は、ターンエンドだぜ、あの2枚の伏せカードマジで怖えな、俺のターン、取ろう、ガチでリバースカードオープン、ソウルオブスタチュー、え、なんだこのデッキ、ソウルオブスタチューからの資源の帝王、特殊永続トラップ発動、何これ属性を宣言して、あー神属性、神属性か、え神属性、やばいこと来た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 、なんだよこのデッキ、やばいこと起きたんだけど、モンスターではない、神だ、バカな、モンスター効果は向こう、やばい、やーす、
マシンガーズフォートレスは対象に取る子か、対象に取る子かなので、対象に取る、あ、待ってよ、対象に取る子か、あれこれやっちゃったな、これこれ海馬社長これやっちゃったんじゃないですか、これこれこうしてさ、これ対象に取る効果ですよね、あの人対象に取れないみたいな効果ですよね、あれね、とかってことはさ、こうしてさ、これさ、僕ずっと思ってたよ、よいしょオベリスク